7月16日、川崎市聴覚障害者情報文化センターで手話方針養成講座が開かれました。この施設では聴覚障害者への情報の提供や社会活動などの支援のほか、ろう者と聴者の間で通訳を行う手話通訳者、手話方針の育成など聴覚障害者の情報伝達を支援する事業も行われています。この講座では1年間をかけて聴覚障害や手話言語の基礎について学びます。この日行われた入門編の講座には9人が参加しました。受講者は自らも聴覚障害のある杉原さんから指導を受け、手話で日常会話ができるレベルを目指して何度も繰り返し練習しました。以前勤めていた会社で、聴覚障害を持つ同僚がいて、なかなか会話をうまく伝えることができなかったりしたので、学んでみたいなと思いました。でやっぱり今どうしても福祉的なボランティアのような要素で語られることが多いんです。ただやっぱりもうシンプルに手話を楽しんで、手話を理解してその会話を楽しんでほしい、なので方針として活動してほしいというよりは、気軽に学んだ手話を使って我々ろう者と話をしてほしい、そういう人が増えてほしいというのがやっぱり私たちの目標です。